トピレックプラザは東京都江東区南砂6丁目に所在する複合商業施設。トピー工業の子会社である株式会社トピーレックが管理、運営する。火災橋通りに面したこの地にはかつてトピー工業東京製造所が立地していた。その後地に1975年4月、ゴルフ練習場、テニスクラブ、スイミングクラブなどのスポーツ施設。 トピレックプラザが開業した。1977年7月には敷地内に商業施設として伊東洋華堂南砂町店が開店した。そして1990年代後半に入ると隣接する高層マンション建設計画とセットで当施設のリニューアルが計画されたのに伴い伊東洋華堂は閉店し建物は解体された。2000年6月に スポーツ施設のリニューアルが完了し、スポーツクラブ、オッソが先行開業。そして同年11月29日には、ジャスコ、ドイとラウンドワンを各店舗とした商業施設が開店したことで、リニューアルが完了した。商業施設には飲食店、書店、学習塾等も入居する。南砂エリアの核となっていることはもちろん、区内各所及び、 周辺各区からも買い物客が訪れる。また、時折イベントも開催されることがあり、休日には家族連れで賑わう。南砂町駅に設置されている看板には、暮らしの便利を集めましたと表記されている。ジャスコ館東館、西館トピレックプラザは、4館、東館、西館の3棟の建物に分かれている。 ただし、イオン館と東館は2階部分の連絡通路を介してつながっている。出店店舗の詳細については公式サイト、ショップガイドを参照。ありがとうございます。